皆さんもうね、こうやって3周年超えるを頑張った記念に、もう大好きなゆう姉さんにね、かわいコラボを作っていただきました。ありがとうございます。もうね、プライド立ち上げからね、ずっとずっとあのいつか絶対作ってほしいっていう気持ちを伝えてたので、こうやってね、作ってもらって嬉しい。いや、こちらこそずっとコエルの書きさせてもらってたから、めっちゃ嬉しい。超可愛い。本当にね、もうファッション大好きだから、いつも見てて、もっとおしゃれっていう、一番おしゃれっていう思ってた方なので、こんなね、3周年迎えて作っていただいたので、すごい嬉しく、今日も撮影したね。おいかつさん、おいかったです。めっちゃ楽しみです。本当にね、忙しい中、何回も何回ももうたくさん打ち合わせをしてて、こんな可愛いアイテムが作っていただいたので、それのね、作った過程をぜひ見てね、ご覧ください。いるよね、かっこいいから。なんかこういう感じとかだと、なんか男の人とかにね、とかユニセスでセットアップね。あと子供いるから子供もつけるだったら、そう、子供のパーカーか T シャツも一緒に作ったりしたのもいいよね。セットアップが好きだからね、セットアップ好きだからね、秋の気分全然想像ができない。みんな偉いよね、シャツ、それこそなんかこういう襟じゃなくて高い襟のさ、うん、レースのシャツとか、わあ、かわいい、うん、あ、かわいい。シャツだったら、うんうんうん、上下に、うん、ちょっと襟が汚いんだよ。かわいい。これすると、うんうんうん、なんか、うんうん、これもなんか可愛くない？これ。可愛い。でも全然自分がすごく好きな、あのこれだから可愛いっていうなんかを入れたいね。うん。自分の顔入れ方。私めっちゃ着たい。欲しいです。開けてちょっとこうやって色違い全部欲しいです。色違い全部欲しいです。可愛いね。めっちゃいい。すごいこれ可愛いな。それとも可愛いけどね。可愛い。え、それめっちゃ可愛いじゃん。うん、え、それじゃない？これ着たらこういうの、なんかめっちゃ可愛い。それ好きやね。これ可愛いね。でもこの幅ってこれなんか好きで、ちょっと細いので、うん、これのちょっと大きいね。可愛い。何あのボート。楽しい。でもこの前さすがに10時間やった日は家帰って頭痛くて10時間10時間ここでこうやってたの。嘘でしょ。で家帰ったら頭痛、あのやっぱ頭使ってないじゃん普段で、いきなり使う痛いかってめっちゃ可愛いじゃん。欲しい、もう欲しい。色どういうの作るんですか？見て、これ見て、これ書いてくれるって言って、こういう文字入れたいんだけど。かわいい。
でもね、やっぱり、ね、ちょっとね、まだね、こんなんだ。え、めっちゃ可愛いじゃん。え、めっちゃ可愛いじゃん。書いてくれたんだけど。え、これミックスシルバーだからこれを。こみたいに。ねえ、やばい。え、めっちゃ可愛いと思う。このハッピーとなんかさ、みたいな。これって言ってないのにこうやって書いたの？そうそうそう。私がこれ見せて、こんな感じで書いてって言ったら、なんかすごいいっぱい入ってるものだからみたいな。だからなんかちょっとやってみるね。ちょっと。え、すごい。めっちゃ可愛いと思う。可愛い。これ今までコエルでないから、うん、すごくいい。可愛い。癒されるね。うん、今日は初サンプル、初サンプルチェックが上がりました。イエーイ。何から見たいですか？そこを見たら見てるから写真しようかな。じゃあサツ見ましょう。でも絶対可愛いじゃん。可愛いの、欲しい。行きたい。可愛いじゃん。私はこれ色違い全部欲しい。これをどちらにしてもいいの？これはもう、2枚重ねてますね。オリジナル。これ重ねようよ。え、可愛い。可愛いのよ。めっちゃ可愛いの。いいじゃん。これだけめっちゃ可愛いの。うん、めっちゃ可愛い。可愛い。可愛いの。あとここのさ、ハート可愛い。やっぱ可愛かった。可愛い。めっちゃ可愛い。可愛いんですけど。あ、可愛いね。ね、めっちゃ可愛い。めっちゃ可愛い。可愛い。すごい可愛い。なんか二重ってなんかあんまりなんか可愛いけど、可愛い。新しいよ。ああ、可愛い。でやばい。なんか結構古着っぽくて超可愛い。超可愛い。いいですね。でこの上にさ、あとあれ襟もやれるんだよ。わあ、かわいい。あ、めっちゃかわいいじゃん。これやろう、私。森森森森森。楽しみすぎる。今回はね、キッズも、イエイ。私たち子供がね、一緒に遊んで、お揃いでね。あ、超かわいい。見ててかわいい。やばい。
いやもうね、ずっと2人で撮影するのが昔からね、夢だったから本当に嬉しくて、ジンジャーさんめっちゃ楽しかったし、ね、こんな感じで撮影するんだって私も初めて見たから、ね、超楽しかった。よかった。こうやって可愛いアイシーも作っていただいた商品たちが今日からやっと発売となったので、はい、ぜひ今からぜひチェックしてみてね。すごい可愛いから、めっちゃ可愛いから見てね。お揃いしようと思って。